ではここでね、もうアジングといえばって感じで、ジグヘッドにワーム、レンジクロスヘッドにドラゴンクローラーの機歩 2.8、 おっしゃった、やっぱりワーム強いなやっぱり強いな一等米着底から2アクションでもすぐだよ、よっ、おーしよしよしよし、あーゲット、アジングだ、ドラゴンクローラー一発で吸い込んでくれました。どこ行ったドラゴンクローラー、もうずっぽり入っちゃってる、おドラゴンクローラーがもう見えないぐらい喉の奥まで、すぐ食ったよ。サオはビーテスラ、うん、ビーテスラにフロールです、 0.45、 リールは2000馬、ああ本当にもうこれはいかんこれはもう連発ですよ、これもう簡単に釣れる、 しょうがないな、もう簡単に釣れちゃうこれはちょっとちっちゃいぞ、さっきのより、簡単すぎるよこれは、よいしょ、よし、ボトムから、あもう着底と同時に食ってたアクション入れる暇がなかったよライン張ったらもう食ってた、よっしゃ、あ持ち帰りサイズ、持ち帰りサイズです、うん、これはノーアクションで食った、でも久しぶりだよ僕真面目に味見やってんのよし食った食った、ビーテスラのアジングもなかなかオツだよ、バイトすぐ分かるし、アジングできますかどころじゃないですよ、ビーテスラのアジングはビーテスラで気持ちいいよ、間違いなく、で簡単に釣れちゃうな、ドラゴンクローラージグヘッドリグ 1.5g に変えてからのペースは、これはもう一晩やってれば三桁コース釣れ続ければの話だけど、うん、それくらいの頻度で釣れてる、おドラグジジジジ言ってるぞ最初走っただけか、ちょっとさ、おこれは持ち帰るサイズだ間違いなく、よいしょー、いえ、うん、ギリかな僕の中じゃ、もうすぐだよ、ボトムに落として誘いをかけたら一発だ、これは太鼓があるから持ち帰りくんだな、細くない、うん、あの簡単に釣りすぎちゃって、これはもう本当にルアーなりのルアーの力だけで釣れちゃってるんで、ちょっと僕的には退屈になってきます、お、これは持ち帰りサイズだ、ウエイトがあるの、ワームカラーね、これクリアの赤ラメ、まあド定番と言ってしまえばそれまでなんだけど、うん、あとドラゴンクローラーはね、アジの好きなフレバーを入れてるので、それもかなり効きます、特にあのすごく食いしぶい時にね、このフレバーがあるとないとじゃね、あの加えてる時間が全然違ってくるので、ずっとかけやすくなるよねよし、これがとりあえず潮止まりの最後の味にしよう、よし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 、これで、お、これはお持ち帰りサイズだ、晩飯前の味ゲットということで、とりあえずディナータイムですじゃあ後でね、テトラ帯ね、ちょっと小さいメバル2匹釣ったところで、あのどうも潮が止まったようなので、ロケーション変えてリアクションのね釣りやってみますね、シャクヘッドの 5g にベイティつけて、はい、まあワインドをかけたりかけなかったり、フォールで釣ったり巻いて釣ったり、何がいいか分かんないんで、とりあえず何でもできるから、シャクヘッドはこれで
ストラクチャー周りをちょっと打つような釣り方をしてみましょう。今そこについてる状態で食ったそこでちゃんちゃんとやったら食ったブツブツ言ってたら食った。やっぱり俺ブツブツ言わないとダメなんだよ結構よく引いたね、サイズの割には。22センチぐらいだけど思ったよりよく引いた。ボトムワインド、ちょんとワインドというよりもボトムでちょんちょんとやったらパコッと食ってきた感じだね。久しぶりワームの釣り楽しんでます。はい、おかえり。よしよし、どんどん行こう。潮止まりでも釣れたぞ。続いていこうよ。よし、そこ着いたかな。どのレンジで食ったか、だから今は完全にベタ底だったんだけど、そこについてるとは限らないんだよね。つい上にいたやつがついてきた可能性だってあるので、どうやるのが一番いいのか。今もね、なんかジョロジョロンと当たったけど小さい当たりだな。今の一匹は活性の低い食い方じゃなかったからな。巻いても釣れるのかな。よし、おおおおおお、ちょっと待てよ今度はでかいぞ。おお、今度はでかいぞ。あ、これはもう全然違うぞ、サイズがさっきまでと。ドラムチッチリがしてるし。おお、何が来た、何が。なんだなんだなんだ、でかいぞでかいぞ。うわ、横走ってるよ。何何、チームメバルだったらこれ結構、おメバルだ、でけえ。切れるなよ大丈夫。うわ、重たい重たい重たい。くっ、嘘、出たよ、でけえ。手が震えてる。ちょっと待って、ここで40だからね。僕手がちょうど20センチなんだよ。ここで40センチでしょ、2だから、この真ん中が30なんだよね。33シアル でっかいのが釣れそうなさ、闇のさ、テトラ周り探っててる、こんなんが出てこうなの、内側だよ、ここ。わかんないよね、魚釣りって。これベイティ大きい方のシラスシルバーというか、白というかシルバーというか、ボトムでパンパーンとワインをかけてテンションかけてたら、重さがふっとなくなったんで、あれと思った。やっぱりね、でかいやつってコーンじゃなくて、あの重さが消えるような食い方するよね。これでけえ、いて、ほら、あ、びっくり、この時期に。うわ、まあね、シャクヘッド、これバブレスにしてるんだけど、うん、待って、あのファイトしてる間にはそうそうバレないけど、ね、あとハミジャーミー、ハミジャーミーセカンド頑張ってくれた。これハミジャーミーセカンドの製品版、プロトじゃなくて製品版です。このサイズのメバルってなんだろう、ちょうどいい感じだったよ。強すぎず弱すぎ、ちょうどいいって。これ見て、この肉厚、これこんな厚いんだ、すごいよこいつ。わあ、ヒレかっこいい。てこの胸びれ、腹びれ、すげえ。いやー、ありがとう。いや、もうそろそろ逃がしてあげましょうか。よいしょ、元気でねー。あ、びっくりした。巻いたら食わないのかな。斜めです。よし、おお、止まらない。
この薄さの、うわぁ、ハンドルが外れかけた。嘘だろ、おい。なんてこったオリーブ。おじさん、本気にさせられちゃった。うわぁ、こんなことあっていいのか。さっきより、さらに強いぞ、こいつ。うわぁ、横へ走る。本当に粘るかい。本当かよ。よいしょ。お願い。さっきのが出なかったな。よく引いた。ガッツ。よく引いた。ああ、でもこれも楽勝30オーバーだ。なんだここ。こんな日があってもいいのか。すげえ。すげえ。これ、お腹太ってんのかな。そうね。卵じゃないね。こいつは筋肉がすげえよ。よく引いた。今巻きで食ったね。ボトムから斜めにスーッと巻いてきたら、大型特有のあのマフッというような吸い込みが、がーすげえ。シーズン初期のメバリングと言いながら、最盛期のような釣り方してんじゃないかこれ。まずいよ。いきなり主人そこからこんなん釣っちゃいけないで。ありがとう。リーダーも無事だし。ね、シャークヘッドディのこれ。バーブレス。うん。ベイティ。ベイティホワイト。最高でした。2匹連続。サンキュー。はい。ではお元気で。よいしょ。カメラさん、どうしましょう、次。もういいんじゃないですか。もういいんじゃないですか。じゃあ、最後にもう一匹。まあ、もう一頭、二頭。